ダンスでも全国区を目指したい。その思いを胸に日々練習に励む花巻東高校ダンス部をご紹介します。グッドラックストーリー。今年の春、花巻東高校にダンス部が新設されました。県内でも数少ないダンス部で19人が活動中、全員が1年生です。先輩というものがいなくて、私たちゼロからスタートだったんですけど、花巻東のダンス部というオリジナルの花巻東にしかないダンス部の雰囲気を作って、全国大会に出場できるような部活にしたいです。指導するのは盛岡市内でリップスダンススクールを主催する中条凛さん。今年陸前高田市で開かれた全国植樹祭では、創作ダンスの振り付けを手掛けました。技術だけじゃなくて、むしろ技術っていうのは後からこう、うまかったね、足上がってたよねっていう本当に感想でしかなくて、心打たれるダンサーっていうのは本当に内面かなっていうふうに私は思ってます。この夏、甲子園ではチアダンスで野球部を応援、高校ダンス部選手権東北大会では3位の成績を収めました。魅力は体を表情で表現したりするっていうのが、他のスポーツだったりとか他の競技とかにはなかったりするので、自分の気持ちを伝えられるっていうのが一番の魅力だなっていうふうに感じます。難しいですけど、やっぱり練習すれば踊れると思うので、ダンスを踊れる人がかっこいいので、僕もそういうふうになりたいっていう目標があって頑張れます。チームスローガンは 1% の輝きのための 99% の努力。来年の全国大会出場を目標に練習を重ねています。これからの目標って何ですか？今年は東北大会で3位で惜しくも全国大会を逃してしまったので、来年は絶対に全国大会に出場できるようにしたいです。花巻東高校ですので、もうぜひとも野球部さんと同じようにダンス部すごいねって言っていただけるような部活になっていけたらいいなと、それを目標に頑張りたいと思います。自分たちのダンスで全国の舞台へ。花巻東高校ダンス部の歴史は始まっています。ダンスでも全国区、全国支えてくださる方々へ感謝の気持ちを忘れず、常に敬意を持って接することを心がけています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。